音楽史上不動の人気を誇るラフマニノフのピアノ協奏曲第2番は、ジャンルを超えて映画やフィギュアスケートでもよく使われています。ここでは音楽家の視点でこの作品の魅力とユニークで難しい点などを10点ご紹介したいと思います。その前に、この作品の作曲経緯を簡単にお話しします。ラフマニノフは作曲家やピアニストとしても若い時から素晴らしい才能を示していましたが、実は20代半ばに大きなスランプに陥ります。その原因は彼の交響曲第1番が初演された時に残念ながら酷評されてしまったこと、それによって、自信喪失した上に、プライベートでもいろいろ問題がうまくいかなかったようで、それから3年4年近くほど鬱状態で作曲することができませんでした。しかし友人に勧められた精神科の先生、ニコライ・ダール先生から催眠療法を受けて、先生からピアノ協奏曲を書きなさい、そうすればきっとあなたの新しい道が開けますと言われて書いたのがこのピアノ協奏曲第2番でした。暗闇から光へと壮大なドラマを描くこの作品全体の構成がラフマニノフのその時置かれていた状況とも重なって、より一層私たちに深い感動を与えてくれるのかもしれません。さて第一の注目点は曲の出だしです。ピアニストが和音と低音の1音を交互に弾いていくんですけど、左手の和音は大きく開いた状態で中の音を変えて弾くんですね。でラフマニノフは手が大きかったので問題なく弾けたんですけど、多くの人は届かなかったり、届いても大音量で弾くのが大変困難です。でここはロシア正教会の荘厳の鐘の音を想像して、それが遠くから近づいてくるように弾きたいので、こうアルペジオで弾くとこう柔らかくなってしまうので、低音のファの音だけ分離をしてずらしてというふうに弾くことをお勧めします。第一楽章の主題はピアノが激流を奏でる中、弦楽器が朗々と奏でます。でこのメロディの特徴は破綻調の主音であるドの音が頻繁に一拍目に来ていることです。また1楽章の終盤のモチーフも今度はミのフラットの音が頻繁に来てるんですね。で、出だしのピアノの助走も今度はファの音が繰り返されるんですけど、こうやって何度も繰り返される音っていうのがラフマニノフ自身が持ってたこうオブセッション、取り憑かれた苦悩を表現しているのかもしれません。そして次のフレーズは破綻調の和声をあえて出さずに長いフレーズを構築してるんですけど、これも暗闇の中出口を探し求めてもがいてこう苦しんでるような激しい感情が溢れ出ている感じがします。Thank you.
第1、第2、第3楽章のそれぞれ第2主題が、ラフマニノフ特有のロマンチックな和声にあふれているんですけれど、共通した仕掛けがされています。でそれはこうメロディーの音型が上がっていって頂点に到達したかなと思ったところでもう半音打ってこう半音上がる部分があるんですね。それによってこう切なさが増して色気が出ているように思います。余談になるんですけど、この主題の最初、楽譜にはクレッシェンドで始まってで降りてくる感じなんですけど、ラフマニノフ自身の演奏録音を聞くとこのようにディミネントで抜いてるんですね。これもまあ一つの表現方法として素敵だなと思います。主要となるメロディーの上や下で他の楽器が同時に違うメロディーを奏でるということはしばしばあるんですが、天才メロディーメーカーのラフマニノフにかかるとそれのどれもが美しいですね。で例えばこちら自覚症なんですけど、ここのところ自分の勝手な想像なんですけど、こう三角関係の恋愛物語のオペラでこう結ばれたカップルが一緒に歌う横で取り残されたもの、まあ、ここではピアノなんですけどが切ない思いを歌う感じがします。こちらは第一楽章の有名なクライマックスで奏でるピアノの対旋律です。ラフマニノフの素晴らしいなと思うのはこの対旋律が主題に負けないくらい感動的なメロディーで、それを本来両手でこう力強く行進曲風に奏でるので、まあイメージなんですけど荒波に揉まれながらも踏ん張って前へ進むようなこう絵的にもピアニストがヒーローなんだっていうそんな印象を与えるところです。でこの通常のピアノ協奏曲とは異なり、この第一楽章にはピアノソロによるカデンツァがありません。で私が思うにおそらくこの壮大な盛り上げとクライマックスのあとそれ以上のドラマをこうピアノ一台作るのは難しかったんじゃないかなと思います。前後しますが第一楽章のクライマックスに向かってこう転調しながら徐々にテンポが速くなる部分があるんですけど、このテンポ設定もこの楽章のユニークで難しい点だと思います。というのもピアノは転調してテンポが変わるたびに毎回音のこう単位や音型リズムが変わるんですね。まずは3連符の流れの中で弾きます。それから16分音符でリズミカルになって、でまた3連符になって、で今
8分音符単位で和音で奏でます。第2楽章は4分の4拍子で書かれてるんですけど、ピアノが入ってきて1人になると、実は3拍子になってるんですね。でそのまま来たかと思うと、今度はフルートとかクラリネットのまあメロディーを吹く人が来たら、また4拍子に変わってるんです。でまたところどころ字余りのようにこう拍数が変わって4分の4から2分の3になるところもあります。でもこれが変拍子っていうことを意識させずに自然に聞こえてくるのが本当不思議ですごいなと思います。こちらは第2楽章の終盤のクライマックスなんですけど、ピアノの左手が珍しいこう5連符で奏でるんですね。でそれと同時に木管楽器が3連符で和音を奏でているので、それが合わせることによってこう揺らめく感じがします。で実はこれと同じ音単位5連符と3連符の組み合わせっていうのが1楽章にも出てきます。これはクライマックスの後の静まってからしばらくこう憂鬱でやるせない感じが続く部分なんですけど、こうモヤモヤした感情を表しているのが非常にうまいなと思います。素晴らしいビルトオートピアニストだったラフマニノフの超絶技巧が各楽章に散りばめられていますが、さほど華やかでない部分でも結構難しいところはあります。でこちらは第3楽章の中間部にある速いテンポの中でオーケストラとピアノが風雅で掛け合いになるところなんですけど、本当に難しいんですね。というのも主題が裏拍にアクセントや和音が来るので、ちょっとでも遅れたり急いだりすると崩れやすくて、もう全員に高い集中力が求められます。ちょっとピアノの部分しか弾けないんですけど、この作品は破綻調で書かれます。本来破綻調の曲の第2楽章っていうのは平行調の変歩調調と書かれますが、この協奏曲の第2楽章ではその一つ半音高い歩調調で書かれています。で実はベートーベンのピアノ協奏曲の第3番も全く同じ調整関係なんですね。でもここでのラフマニノフはものすごい工夫を凝らしていて、第1楽章の終わりと同じ破綻調の和音で第二楽章を始めて、ゆっくりと色を変えながら補調調へ転調していきます。
ちょっと第一楽章の終わりからその補聴調までの移行をテンポを早めに弾きますね。もう多分聴衆が初めてこの曲を聴いたら本当にふわっとこう浮遊していくかのような、全然予想もしなかった世界に連れられていくような感覚がするんじゃないかなと思います。そして第二楽章だけではなくて、第三楽章の始めもまた第二楽章の終わりの補聴調の和音で始まって破綻調に向かっていくんですけど、ここでは小節数にするとなんと43小節もかけて破綻調に行きます、まあ、ということでラフマニノフの中ではこのピアノ協奏曲、本当に 1,2,3 楽章を通して一つの作品っていうもう構成とか概念があったんじゃないかなというふうに思います。先ほど第一楽章の終わりを弾きましたが、第三楽章の終わりもちょっと似てるんですね。どちらもピアノが和音で高音に向かって駆け上がっていって、オーケストラと一緒に印象深く和音を弾いて終わります。第3楽章最後のクライマックスからエンディングにかけては、こう苦戦の末戦いに打ち勝ったヒーローの栄冠を称えるかのような、素晴らしい盛り上がりを見せます。で、案の定ラフマニノフはこの作品で音楽家としての飛躍を遂げ、その後も素晴らしい作品をたくさん書きました。そして冒頭にお話しした精神科医のダール先生なんですけど、このピアノ協奏曲の初演に立ち会って、終演後楽屋でラフマニノフに向かってこう感極まって、あなたのピアノ協奏曲はと言いかけたところ、ラフマニノフが先生に向かって、いいえ先生、これはあなたのピアノ協奏曲ですと返したという美しいエピソードが残っています。以上、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番の解説と、注目点のご紹介でした。ご清聴ありがとうございました。